はい、こんにちは。のべ本店のノブです。今日はですね、シャンプーと抜け毛の関係についてのお話をしたいと思います。というのも、視聴者の方から質問をいただきましたので、まずはそちらを読ませてもらいます。イケメン太郎さんから。いい名前ですね、イケメン太郎さん。ノブさん、いつも動画拝見させていただいております。質問ですが、シャンプーが原因でなる抜け毛の場合、油シャンをこの先やり続けたら髪の毛は以前の本数に行かなくても多少戻ると思いますか？めんどくさい質問で申し訳ありません。こういったコメントをいただきました。めんどくさい質問全然大歓迎です。このシャンプーによる抜け毛だった場合、シャンプーをやめて油シャンにすると本数が戻るとまではいかないけど多少は増えるのかな、こういった素朴な疑問をいただきました。そこで今日はですね、ノブさんのいつもの独自の考えでお答えしたいと思います。必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。では早速参りましょう。まず一番最初にですね、ノブさんがお断りしておきたいのは、ノブさんの考えというのはですね、インターネットで調べたら出てくるような答えではございません。この道、つまり理容師としてね、30数年プロとして生きてきました。今も生きております。そして、自分自身が油シャン歴、13年だったかな、長い間油シャンをしております。そういった経験談をもとにね、これまでたくさんのゲストを見てきました。自分自身でもいろんな経験をしております。そんな中で導き出したノブさん独自の見解でございます。そのところをご了承いただいてですね、科学的な根拠云々ということは一切、求めていただいても責任は取れませんが、一応ね、そういった経緯でノブさんは長年この道で生きておりますので、その辺のことをですね、踏まえて聞いていただければと思います。まず一番最初にお断りしておきたいのは、ノブさんは油シャン推進派でもなければシャンプー反対派でもございません。はい、油シャンのことをね、なんだか分かりませんと、油シャンってどういうことですかっていう人は少ないと思うんですけど、一応お話しさせてもらうと、今の世の中、お風呂に入って頭を洗うという時はですね、シャンプーを使って泡をもこもこ立ててゴシゴシ洗うのが常識となっておりますが、それをしませんよと。お湯だけで洗いましゅ、洗いましゅじゃない、洗いましょう、お湯だけで洗いますよというのが油シャンということです。ちなみにノブさんはですね、厳密に言うと髪が汚れたと感じた時だけ、髪の毛だけシャンプーをすることがごく稀にある。日常的に、シャンプーをするということはまずないです。お湯で濡らすだけ、お湯で洗うだけ、これをですね、数日に一遍するかなと。さらに、もっともっと長いスパンでね、ごくまれにシャンプーも使う時はあるよ、でも髪の毛だけ洗うよ、こういったことをしております。油シャンの意味分かっていただけたでしょうかね。それと今回の本題ね、シャンプーによる抜け毛だとしたら、油シャンにしたら、髪の毛の本数は少しは戻るんでしょうか。このことについてなんですが、まずこれをご覧のあなたは認識していただきたいのは、シャンプーによって起こっている抜け毛ってあるんでしょうかね。ノブさん、ここがねすごく疑問だったのよ。あるのかもしれないよね。シャンプーによって毛が抜けているということがあるのかもしれない。 100% ないとは言い切れない。でもですね、それをどうやって判断してるんでしょうか。僕の抜け毛は、私の抜け毛はシャンプーしてるから抜けちゃってるんだな、僕私の抜け毛の原因はシャンプーだと、この単一の原因だと断定できる理由は何なんでしょうか。ノブさんは残念ながらプロとしてこの道でね、30数年生きてきましたが、あ、この人の抜け毛はシャンプーによって起こっているなと断定できません。はい、見ただけでは分かりません。そしてもっと言ってしまえば、きっと抜け毛の原因というのはシャンプー単体で起こっているなんてことはないんじゃないかなと、そんなふうに思ってるのね。きっといろんな原因が含まれて抜け毛というのは起こっているんじゃないかと、もっと言ってしまえば遺伝なんていうものがね、一番大きな要因なんじゃないかなとノブさんは怒っております。まあ中にはね、病気をされてお薬を飲んでその副作用でなんていうのが一番わかりやすい原因なんだけど、それ以外の
薄毛、抜け毛、ね、まあ、言ってしまえば頭がハゲてしまう、この原因は何なんですかと言われたところで、それが分かるぐらいだったらきっとね、この世でそういったことに悩む人はいなくなっちゃうんじゃないかなと思います。それともう一つの視点で言うとですね、シャンプーごときで、ね、あえて、ひどい言い方をさせてもらいます。シャンプーごときであなたの髪を抜けさせる、そんな力はないんじゃないかなと思ってるのよ。このチャンネルでね、過去の動画でも数々言わせてもらいましたね、何度も何度もしつこく言わせてもらいましたが、シャンプーというのは所詮洗うためのものです、ね、汚れを落とすためのもの、つまり洗剤です。頭専用の洗剤です。洗う剤と書いて洗剤だからね。その頭の洗剤の名前がシャンプーという、ただそれだけなのね。なのでそのシャンプーごときにね、わざと言わせてもらうよ、シャンプーごときにあなたの毛を抜けさせる力があるとは到底思えないし、もっとわかりやすい例で言うと、シャンプーごときがあなたの髪のダメージを直してもくれないし、シャンプーごときがあなたの薄毛を直してもくれないし、シャンプーごときができることなんていうのは所詮汚れを落とすことぐらいです。はい、それにほんのちょっと何かそういったことが期待できる成分がもうほんのちょびっと配合されている、それだけでですね、メーカーさんはそのことをドーンと前面に打ち出してあなたの購買意欲をそそろうとします。なのでシャンプーごときができることというのは所詮お湯で洗うよりはシャンプーした方が汚れが落ちる。なぜかというとシャンプーには界面活性剤というのが入っていますので、本来混ざり合わない水と油、ね、だからお湯かけただけではお水が混ざらないね、お湯でもいいよ、お水が混ざらないから髪の毛にくっついたもので表面をつるりつるりとお湯が流れてしまう、ね、髪の毛と汚れがくっついたまま、でも界面活性剤があるとこれを引き離すことができる。なのでお湯で流した時に一緒にパーッと流れていきますよと、残ったのは汚れが落ちた髪の毛ですと、こういった原理なわけね。なのでシャンプーごときがですね、何ができるのかというと、所詮はお湯よりは汚れを落とす、特に油汚れを落とすということに関しては長けているというぐらいで、あなたの髪の抜け毛を促進するなんてことは非常に難しいのではないかと。よっぽどね、そのシャンプーをですね、頭皮に塗り込んで放置するとかね、そういうことすれば別かもしれないよ。または1日50回シャンプーしますとかね、そういうことをしてるんだったら、まあそういったちょっと常識から逸脱したようなことをしてるんであれば、もしかしたらそのシャンプーが原因で抜け毛が起こるっていうことはあるのかもしれない。ね。でもそれが単一の決定的な原因で髪が抜けているということが起こり得ないんじゃないかなとノブさんは思っているので、なので、だからこそシャンプーをしてて抜け毛がありました。それを湯シャンにすると抜け毛が減るとか、少なくなった髪が少しは増えるとか、そういったことは起こりにくいんじゃないかなと思っております。ついでに湯シャンのことも言わせてもらうとですね、湯シャンにしたからといって、あなたの頭に何かいいことが起こるということをあまり期待しない方がいいんじゃないかなと思います。ノブさんの場合はですね、現在51歳です。38歳の夏、愛する妻にノブさん頭が臭いよと言われました。最近なんだかちょっと枕が匂う、ね、洗っても匂いが残るみたいに言われました。その時ノブさんすごくショックでですね、その前から読んでいた友人のブログで湯シャンのことを知りました。そして早速試してみました。湯シャンの何がいいかって、何か新しく買い足すとか今までよりも何か工程が増えるということがなくてですね、今あるものを使わない、今までやってたことをやらなくする、非常にマイナスの発想でですね、ノブさんにはぴったりだったのね。それを実践したところ、ノブさんに匂わなくなったよと言われ始めました。なので、ノブさんの場合は、言ってしまえば、匂い、ね、自分がおじさん臭くなってきたと妻に言われたくない一心で、そのために藁をもすがる思いでやったので、確かに匂いを改善したい。そういった思いでやったはいいんだけど、今思うとね、何かを改善するためにやるというよりはですね、本来人間は、太古の昔からシャンプーをしてましたかというとしてませんでした。それでも何も問題が起こっておりませんでした。なのでシャンプーは本当に必要ですか、この問いに自分の心をね、向き合ってみてですね、それでシャンプーがいらないなと思ったら、あ、シャンプーってしなくていいものなんだなと。もしかするとシャンプーというのは、この日本の高度成長期以降ですね、もっと言えば、まあ、もうちょっと遡ると戦後だよね。戦後もっともっと
身の回りを清潔に保ちましょうという観点が一つ、もう一つは経済発展のための経済活動の一環としてシャンプーという需要が新たに作られただけであって、ほんの数十年人々が毎日ねお風呂に入って毎日頭を洗う、シャンプーを使って髪を洗う、頭を洗う、こういったことはほんの数十年前から始まった習慣、新しく作られた需要ね、こういったことだとノブさんは思っているので、本来は必要ないと。なのでやめられるんだったらやめてみようかな、そんな簡単な気持ちで始めていただくのがいいんじゃないかと思います。じゃないとどうしてもね、湯シャンすればこういうことが良くなる、治ると思ったのに治らないじゃんっていうがっかりした感じになっちゃうと思うね。でも湯シャンって、やっていいことしかないのよ。もちろん中には湯シャンすることによって、自分にとって良くないことが起こっちゃうっていう人いるにはいるらしいのよ。髪の毛がベトベトになっちゃう、髪の毛が抜けちゃう、匂いが出ちゃう、そういった話も聞かなくはないです。でもそれは湯シャンが原因とは限らないんでね、湯シャンじゃない部分で何かそういうことが起こっちゃってるのかもしれない。でも湯シャンはいいことしか起こらないと言いたいのは、まずはお金が0円です。そしてやることが今まで以上に減ります。さらに言うと水道代とかそういったことが、お金がかからなくなるというね、こういった意味でいいことしかない。なので気軽な気持ちで始めていただく、何か期待する、特に抜け毛が減るとか、薄くなった髪が増えるなんてことを期待してやるのはノブさんはあまりお勧めできないです、といった感じですね、イケメン太郎さんの質問のお答えになったでしょうか。まあ簡単に言ってしまえば、シャンプーが抜け毛の原因だと断定することは誰にもできない。油シャンをしたからといって何かが改善すると期待することはやめておきましょう。これがノブさんの答えでした、参考になれば幸いです。ということで現場からは以上です。てな感じで、最後までお付き合いありがとうございました。前回火曜日の動画かな、でお伝えした通り、カースイートのノブさんは連休だったわけね。そこで妻のなっちゃんと、ハゼ釣り旅行というのかな、うちからね車で高速使って1時間ぐらいのところなんだけど、そこがですねノブさんの今ハマっているハゼ釣りの非常にいいポイントがねいくつも点在している木更津という町です。で、前回、昨日おとといかカースイート行ったのは木更津で釣りをして木更津に泊まったの。その前の週は木更津で釣りをしてもっともっと南下して、ホタというところに泊まってまた木更津に戻って、お家に帰ってきたと、ね、ハゼ釣りホテル、ハゼ釣りお家。なので今回、このカースイはですねハゼ釣りホテル、ハゼ釣り帰宅と、もう全部一箇所でやっちゃうんだよと、そういうことになったので、火曜日の朝なっちゃんと一緒に木更津に向かいました。息子夫婦がですねたまたまあの日は祝日だったので休みなので合流して4人でねハゼ釣りを楽しみました。まあまあそこそこねいい感じで釣れた、天気も良かった、風もなかった。ハゼ釣り初挑戦のですね息子の奥様サイちゃんもですね非常にハゼ釣りを楽しんでくれて、まあ良かったなと。そしてその釣り場からすぐ近くのホテルね、なっちゃんと泊まったわけなんだけど、そのホテルがなんとハゼが釣れる川のすぐ隣に立っていると、ね、ホテルから出たらすぐ川みたいな、そういったホテルだったので、これ夜釣りもやるしかねえなと、ね、夜もまた竿を出すと、そんなことをしましてですね、朝からお昼ご飯食べて午後の部やって、ホテルにチェックインしてさらに夜の部までやるという、そういった夢のようなですねノブさんのハゼ釣り三昧の火曜日だったわけです。そして水曜日はね残念ながらものすごく強風の風が強い予報だったわけね。なのでちょっと厳しいかなと思いつつも、ホテルで目を覚ましたノブさんはですね寝ているなっちゃんをよそにこそーっとホテル出て行って、すぐそばの川でやってみました。そしたら、ね、まだ朝のうちはそれほど風もひどくなかったのでね、まあまあ釣りができるぐらいの風だったので竿を出しました。ホテルの真横、ね、歩いて、10秒みたいなところでね竿を出した。通勤の人たちがね歩いていたりするんだけど、その横でハゼを釣ったわけなんだけど、朝のうちポン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 となかなかいい方のハゼがですね連続で釣れました。しばらく楽しんでいるとなっちゃんはチェックアウトをして、出てきたので、じゃあちょっと移動していこうかと。その頃にはどんどん風が強くなってきて、もうちょっと釣りするのは困難だねということで、釣りはもう諦めてですねお家の方に帰ってきてお昼ご飯を食べてダラダラしてると。
そんなのんびりした水曜日だったわけなんですが、パッとノブさんお昼寝から目を覚ました後ですね、なんかまだ物足りないと、そういったことでですね、そこからうちからまた行徳に来て、ここのね行徳に来て、あの行徳の港でまたハゼ釣ろうと、どんだけハゼ釣りしたいんだっていう話なんだけど、もうとにかくハゼ釣りがしたいわけね、で行徳来たんだけども、風はビュービュー、木更津から自宅に戻って、自宅から行徳ね、どこも風がビュービューでした。なので残念ながら行徳の港で竿を出したんですが、短い時間でですね、釣りを断念しました。全く魚からの当たりはなくてですね、帰ってきたんですが、結局ねそこまでやってやっと納得すると、まあ、お家に帰ってちょっとお酒を飲んでね、美味しい晩ご飯を食べて、すやすや眠りましたよと、そういった2日間でした。とにかく風釣り玉でした。てな感じで、まあ、どうでもいいお話させてもらいましたが、このチャンネルの視聴者さんはですね、非常に温かい方が多くて、こういったのぶさんのどうでもいい話ね、あなたにとって何の得もない情報をというかね、のぶさんの普段の日常のお話をすると非常に喜んでいただいて、コメントをくれるという、そういった優しい方がたくさんいるののぶさん知ってるので、ついつい甘えてこういったお話しちゃいました。てな感じで、なるほど納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。ライブの告知をさせてもらいます。12月20日です。122012月20日夜9時半からライブ配信をやっちゃいます。もちろんこのチャンネルの編集&音楽などの赤字も福岡県田川市からここ千葉県市川市の信屋本店までやってきて、我々2人であなたと楽しい時間を過ごしたいと思っておりますので、ぜひとも今のうちスケジュールのチェックをよろしくお願いいたします。てな感じで、次は土曜日に会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい、グーでした。では恒例の、私女に生まれてよかった、そして俺男に生まれてよかった、 OK、 ありがとう、バイバイ。あ、そうそう、折れた眼鏡セロテープでくっつけてたでしょ、あれね、昨日ねのぶさん自分でアロンアルファでくっつけたそしたらなんとだね、アロンアルファが漏れて、この指とこの指がいつの間にかくっついてて離れなくなっちゃったの。それでノブさんびっくりしてね、アロンアルファ使ったの多分小学生ぶりだから、なっちゃんにね、やばいくっついちゃった、どうしようって言ったらね、そんなのほっときゃ取れるよっつって、ね、お湯で浸せや、ね、もっと早く取れるよという、お湯で浸したら本当にあのパリッと取れました。でも残念ながら今でもね、この辺がちょっとパリパリしてるんだけどね、まあ無事仕事ができる体になりましたよということです。バイバイ、ありがとう。1, 2, 3.